カレー、シュマーマーだぜ。まずは愛知のおねねぎを切っていきましょう。あ、こうですね。さあ、さらに豆腐も切って、さらに豚肉はこの折り目を利用してそのまま切っていきましょう。あかおほー、まな板を使わない節水術に笑みがこぼれるシーマントガワ、節水してくれて嬉しいな。天国キン、今日バーベキューに行きました。皮がとっても嫌いで気持ちよかったです。とってもいい作文ですね、先生も嬉しい。さあ、油を引いたらニンニクと豚肉を入れて焼き色がつくまで炒めていきましょう。さあ、焼き色がついたらネギを入れていきます。さあ、いい色になってきましたね。ここで水、鶏ガラスープ、豆腐を入れて人に出してします。やはり豆腐といえば皆さんが思いつくのは育乳ですよね。大豆に含まれるイソフラボンは腸内でエクオールという成分になって初めて女性ホルモンと似た働きをするらしく、その菌を持っていない人は育乳に効果がないようです。じゃあ私もその菌を持ってないってこと？どんだけ。ごめんなさい、素直に謝れて偉いね、先生嬉しい。そこ行っている間に、出せ！おう！おっしゃ！溢れるところでした。危ない危ない。皆さんはしっかり分量を決めて作ってくださいね。さあ、今日のお供はレモンデリッシュ。この初めて見たレモンサワー、私が試してあげましょう。さあ、味はいかほどか。いやー、リッチというだけはありますね。レモンの芳醇な香りが漂ってきます。美味しいです。さあ、肝心の料理のお味は？おいしい、さっぱりこってり、絶妙な美味しさ、とっても美味しい。量が多すぎてちょっとしんどかったですけど。皆さんは食べきれる量だけ作ってくださいね。ごちそうさまでした。